揃えてる。そこ見るんじゃないで、ここらで。今日はいい天気です。あ、音、これ知ってますか？生きて腸まで届く乳酸菌入り飲むプレーンヨーグルト、めっちゃ美味しくて大好きです。今日は朝7時半から錦の浜の方に向かっています。午前中はお仕事の撮影があるんですけど、午後からそっちの方で遊びに行こうと思うので、久しぶりに何でもない一日 Vlog を撮ろうかなと思ってます。音めっちゃいいわ、綺麗、めっちゃ音もいい。ここら辺はまだ桜が咲いてます。今撮影終えて着替えました。ちょっとお散歩がてらまた撮影しようと思います。こっち見てんの。お昼食べに行こっか。揃えてる。足揃えてるでしょ、それ。リンクプレミアムアウトレットに来ました。こっちの方まで来てたんで、リンクアウトレットに来ました。ダークチョコレートタンザニア、カカオ 75% の、なんだ、なんてだろうね、フラペチーノみたいな、めっちゃ濃厚です。朝6時半、おはようございます。おはようって、おはよう、おはよう。そこ見るんじゃないで、ここやで、ここ、ここやで。ウィンクした、ウィンクした。今日はね、いちごと豆乳でいちごミルクにします。もう絶対美味しい、いい香り。はい、このイケア購入品でもご紹介したストロー、めっちゃ使ってます。ちょっと青が可愛いかな。うん、今日はパパッとメイクを終わらして京都の方に向かいます。お墓参りに行ってから、せっかくなんで京都の方の桜を見に行きたいと思います。昨日3時間ぐらいしか眠れなくて、すごい眠たいです。はい、ありがとうございます。かわいい袋変わってて、って昨日も買ったけど。クラシックティークリームフラペチーノです。この上のクリームがの上、なんだろう、あ、めっちゃ揺れる。いただきます。うん、おいしい。ミルクティーだ。甘い、上の甘い、なんだろう、砂糖菓子みたいな。うん、あとサラダラップ春野菜スイートチリにしました。うん、止まってたらここに置けますね。動いてたら置けないけど、あれ、どこ行った。そう、あー、もう今度今日つけてるリップなんですけど、こちらの2つ、オペラのリップティントコーラルピンク05番と、最近これめっちゃ気に入ってるんですよ、ミラーニの08番。リップトリートメントなんで、グロスみたいに重くなくてすごくいいんですよね。今も塗ってるんですけど、家でもこれ単品で塗ってます。
チップも大きくて面白いですよね。京都市内着きましたよ。京都着きました。綺麗これ、乙女椿。今日の目的、用事は終わらせたので、今からお散歩、桜見てお散歩して京都観光したいと思います。千温院です。ここは紅葉も綺麗ですよ。今日は登りません。3日前にも来たんだけど、今日は八坂神社から登るんじゃなくて、逆の方向から八坂神社に下っていこうと思います。まだ朝早いんで空いてます。3日前に来た時よりすごい散ってる。やっぱちょうど満開だったんだ、あの時。あれが3日前インスタにも載せたしだれ桜、後ろ。まだ朝やからすごい人少ない。日曜日やから本当やったらすごい人でも、店が全部閉まってる。その代わり、ここまだ満開です。綺麗。本当はそことかもね、桜の下で、桜でもめっちゃ散ってるな。あ、お腹が。綺麗。ボンボンがぶら下がって、こっから八坂神社に入ります。八坂神社入りました。今日は屋台やってるかな。ここはずっとあるからな。え？あ、やっぱこの時間やってないの？やってないね。ちょっと朝早すぎるとお腹空いた。はい、ここが八坂神社の入り口です。全然京都っぽくもないけど、たまたま目に入ったオムライスが美味しそう。お腹すきすぎて、オムライスの店行きますか。見て、オムライスの店もやってないです。もう何食べよう、何も食べられない。せっかく河原町市場まで来たんですけど、まだ10時12分なんですけど、お腹空いたけどどこも空いてないし、こっからね、今日日曜日なんで、京都すごい人になるだろうから、もうかなり早いけど戻ろうと思います。ちょっと桜スポットに寄りながら大阪の方に戻っていこうと思います。早かったね。でも目的は果たせました。うーん、お腹空いた。とりあえず車で入れるところどっか入りたいですね。お腹もね、こんな感じでいい感じで大きくなってます。昨日モアナ見てからずっとモアナの曲を聴いてます。おー、この桜を見に来ました。帰りがてらちょっと散っちゃってるけど、でもすごいな。うん、わー、ね、わー、すごいね。山綺麗やな。ここで見てるだけで綺麗だよ。駐車場待ちしなくても。待ちしながらや。駐車場待ちするんですって。駐車場入れるかな。もう葉桜だけどすごい綺麗。これ長いね。ちょっとこの丘に登るのに、この駐車場から丘に登るのに息切れが。すっごい木の幹が大きい。でかいもんな、木自体。このこう垂れ下がってるのがすごい綺麗。こんなとこ知らなかったから、来年は満開の時に来たいです。めっちゃ綺麗。でも食べるものがない。ここ来る方はお弁当とかなんか食べ物持参してくる方がいいですね。この河川敷の逆側ではバーベキューもできるそうです。
揃ってないね、今日は。今日揃えてこないの？揃えてきた。花びらの量すごくない？この芝生の。見えますか、この桜吹雪。すごい桜吹雪、見えますか？今度は菜の花です。綺麗、春や。異世界にいざわられるなあ。はあ、ご飯食べてお散歩。じゃん。お外大好きやねんな。外大好きやねんな。聞こえるだろ。チュンチュン聞こえるな。ただいまです。結構あれから時間経っちゃって、もう5時前なんですけど、もう今お風呂上がってストレッチしてます。ちょっとね、最近は自分がどれだけ食べたいのか食べれるのか分かんなくて、食べ過ぎちゃって苦しくて、そのまんまもともとお腹も重たいので動くのがしんどくなって、で苦しいってなって、そっからさっきちょっと3時ぐらい寝ちゃって、お風呂入って今になります。で、今スキンケアしてたんですけど、まず化粧水に SK-II のフェイシャルトリートメントエッセンスを使っていて、次にインスタに載したんですけど、このアンネマリーボーリンドのセラミドバイタルフルイドだったかな、セラミドが入っている美容液クリームみたいなのを塗っていて、結構なくなるの早くてもうこんだけになります。次に、これは前 YouTube でも紹介したオイルと美容液が2層になっているもので、最近新しく仲間入りしたボーリンドのコンビネーションスキンのタイプのナイトクリーム、これから春夏に向けてさっぱり系のクリームで蓋する方がいいかなと思って買ってみました。で、今まではこのアイクリームを蓋するクリームの代わりに結構引き伸ばしてつけてたんですけど、このアイクリームはほとんどなくなりました。最近はこんな感じのスキンケアです。去年の春、今頃は妊娠もしてないのにすごい肌荒れてたので、その時に比べたらすごい調子いいです。私が寝てる間に旦那が掃除機かけてくれてました。ありがたすぎる。そして外が明るいのがめっちゃ嬉しい。で、こちら届きました。ザラのフラットレザーシューズなんですけど、本革で5990円です。めっちゃ安いですよね。あと靴とかはネットで買うと靴底とかもすごい綺麗なんで、ネットで買う方がいいかなと思います。かわいい。カフェイン少なめほうじ茶ラテを飲んでます。今から24見る？今さら24見てるんで、24見るか編集しないとやばいのがいっぱいある。